皆様こんにちは。私たちは陸上自衛隊第一音楽隊です。本日は立川防災航空祭にお越しいただきましてありがとうございます。これからのひとときは私たち第一音楽隊の演奏をお楽しみいただきたいと思います。それでは本日の指揮者を紹介いたします。陸上自衛隊第一音楽隊隊長小川博秀一等陸尉です。そして本日司会進行を務めさせていただきます矢口美奈二等陸曹です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。早いもので本日より10月に突入いたしましたね。少しずつ秋の気配を感じる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。まず最初にお送りいたしましたのはこの季節にぴったりの行進曲、失礼いたしましたこれからこの季節にぴったりの行進曲秋空にをお送りいたします。それではお聴きください。少しでも感じていただけましたでしょうか。さて本日は小さなお子様もたくさんいらっしゃっているようですね。ありがとうございます。ということで、次はお子様に大人気の曲を演奏いたします。まず男の子に大人気の番組から動物戦隊獣王ジャー、そして女の子が大好きな番組ドッキン魔法使いプリキュア、それぞれテーマ曲を続けてお送りいたします。
この2つの作品は毎週日曜日の朝放送中で、毎週欠かさず見ているお子さんも多くいらっしゃると思います。ちなみに我が家にも5歳と2歳になる男の子がいるんですが、毎週欠かさず十王者を私も一緒に見ております。平日はなかなか起きてくれないんですが、日曜日の朝になると親よりも早く起きてテレビの前に座っているという、それこそ魔法にでもかかったのかというくらい、子供たちを夢中にさせるヒーロー、そして憧れの存在ですね。はい、それでは2曲続けてお送りいたします。ありがとうございました。前に出てきて歌ってくれてたのかな、お子さん、ありがとうありがとうございました。さて、皆様と過ごす楽しい時間ももうあっという間に過ぎ去りまして、次が最後の曲となってしまいました。時代をぐっと遡りまして、昭和30年代後半から一世風靡いたしましたクレイジーキャッツのナンバーをお送りいたします。本日はその中でも植木等さんが爆発的な人気を得るきっかけになった曲をメドレーにしてお送りいたします。曲目を紹介させていただきます。スーダラ節、無責任一大男、学生節、黙って俺について来い、
これが男の生きる道。うんじゃらで、はい、それまでよ。以上の7曲です。なんと、本日は我が音楽隊の名物おじさんの歌を交えて演奏いたします。歌いますのは、スーダラ節は日本版のレッド・イット・ビーダーと、スーダラ節を愛してやまない第一音楽隊の植木仁志こと、矢部雅史陸曹長です。歌だけではなく、その鍛え上げられた表情筋と華麗な動きにもご注目してお楽しみください。題しまして、スーダラ伝説。お願い
ありがとうございます。それではアンコールにお応えいたしまして、現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説トト姉ちゃんの主題歌、宇多田ヒカルさんが歌っております花束を君にをお送りいたします。歌いますのは第一音楽隊が誇る元気いっぱいの歌姫、森本しおり三等陸曹です。Thank you.
ていただきます。本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。演奏は陸上自衛隊第一音楽隊、指揮は隊長小川博秀一等陸尉でした。また皆様とお会いできます日を楽しみにしております。ごきげんよう、さようなら。